端子をバイトしていきます。はい、行きましょう。どうも。ここで端子をいいの。わー、やばー、赤身肉の。わー、美味しそう。これはポン酢かな。あ、これはそのままかポン酢か、このごま塩油、ごま油塩。いただきます。どう、他の人にガセ打としてるし、あの気持ちがなんかめっちゃ飛んだし全くこう飲み込みが悪くなってた。5ぐらいです。単勝にワクワクしなくなったそういうことですよね。ホクちゃんの塩です。ほら待ってました。9割5分8周目があとこのホクちゃんともうこれ以上ないからで終わりだ。じゃあもういいですね。卵スープ、僕じゃあ卵スープ、はい、食べます。わかめスープで。わかめスープ。はい。トリカルビ。トリカルビ。はい。おじちが飲んで。トリカドン、はい、やってね。おわ。一応マウスです。でもご飯はもうないでし。頑張って。イヌキさんと同じな感じ。おお。わ、油しっかりしてんなこれ。これしますね。これ営業だ。営業するでしょ。あ、何時から。はい、夜は5時から。5時から。もう2時間。もうや。やばいやばい。もうまかないの時間も考えたみたいな。大丈夫。はい、米が重くのしかかってる。何気に。全部きれいに。すげえ。千枚チェイサーですから僕は。一回もセーフティーだよ。俺ずっと見た。ちょっと待って。ちょっとこれ。いただきます。あ、これ、もう一回預かってみます。風俗の気合の声と食ってるものの量の少なさ。共三角です。もうこれ以上ないから。これ以上ないですか。はい、もうこれ以上ないカルテです。これ以上ないカルテ。出しますか。やばいやばい。見えないカルビの倍ぐらいあるんです。そこだよね。これはご飯です。取っときましたね。はい、そうです。これなんかつけるんですか。これはそのままでもいけるんですけど、このヒレのタレもめちゃめちゃ合うので、はい、でバン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 しちゃってください。お、男かっこいい。なんか来た。え、冷麺、俺、さっき頼んだ、はい、冷麺4つに分けてきたんで、結構量は少なめです。卵って全部入ったっけ。いや気付かなくていいですよマジで、マジで、マジで。よし、うん、うん、早い、うん、あ、すごい。あ、麺もすげえ。トリカルですね。トリカル。でも次10周目だから記念すべき。10周目行きたいですね。レースに行くまで36品召し上がってますね。あー、36品頼むことないですよね。ないと思います。あとあれもありますよね。アイスとかもありますよね。あります。アイスとか食うんじゃないですか。抹茶アイスとか。アイスはいけんすけど、もうじゃあこっちは行かなくていいってことですか。いやとりあえずあの美味しく食べあれだよね。やっぱりお店にも迷惑か残してあれ。そうそう、残すのが一番。残すことはしないです。もう一番だからこの順番制してるんです。批判を少しでも少なくして逃げの大食い企画
これただの食事会じゃん。おっさんたちがさ、食ってるだけって一生懸命食ってるだけって。やっぱり一般人の一生懸命はこのぐらいですよね、やっぱり。だからまあ、ヌッキーさんもありますから。どんどんプレッシャー。僕別にフードファイターじゃないから。カテゴリーとしてはそこでね、やられてますけど。はい、よし。さっきから一言も話してないですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ。無になる。わかめスープです。あらららら、優しい、優しい。これはこれはこれはもう、なんならご飯取っといてもよかったですね。別にもう一回頼んでもいいんですよ、ご飯。いや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 。余計なこと言わないよ。うちの下子の方が大好きなわかめスープ。なんか久々に食うとうまいなって思ったね。わかめスープって実際行ったら頼みます？頼まない。頼まないね。そう、結構嫌いじゃないけど、なんかいつでも飲めるって感覚があるから、頼まない。もうこういう時じゃないと頼まないです。2人っていうのはありそう。卵スープ。次、卵スープでいい。卵スープでいい。ベースは変わらないっていう。卵を溶いてるか、卵を入れないでわかめ入れてるかって。あ、でも卵スープの方がちょっと柔らかいですね。卵スープ。あ、柔らかいし。はいはい。わかめスープの方が。わかめ。機械に入ってんの。まだあと10周年以上ありますよね。まだ全然。いやでも俺今日。いつもに比べてめっちゃ食ってます。自分のびっくりしちゃった。あと残ってるメニューこれです。あら、これがあと食べてないんですね。これカッコはあのスープとクッパがテレコになってるだけって。それ以外これが食べてないんです。前菜だとここ肉。え、これいけんじゃないですか。丼ぶりでこれ3個はアイスなんで。あ、いけんじゃないですか。マジっすか。これ見て絶望したんですけど、スープはあのクッパとかスープ関係なくすれば全種類召し上がってます。ああ、え、テールユッケジャンはワカメ卵って4種類ともいってるんで。じゃあもうスープ系はそうですね。なんでカッコにしたんですか。あ、クリアですね。はい、あ、いや、テリコはもういいじゃないですか。 OK です。はい、ってなるとこれが前菜で、肉はもうこれだけです。あと丼、ちゃんじゃと卵の丼が1つとアイス3つ。ハラミと上ハラミなんですね。上ハラミです。あ、そうか。はい、あれが和牛なんですね。で、こっちは2列なんですね。ハツも刺しは食べましたけど、焼きのハツは食べてます。ヤゲンと、あとセセリ。で、豚のミノと豚のコリコリっていう、豚の、ハツモトの豚バージョンですね。と、ちゃんじゃと卵が出会った丼っていうところ。ナムル盛りとかまだあるんだ。あと19か。19のうち3つはアイスです。あと5週ってことですよ。肉一旦全部いっちゃいますね。その方がいい。そうですね。肉まず制覇しちゃいます。そうしましょう。ちょっと待って。あの帽子の後ろから出てる毛の量が出る。1,2,3,4,5 だってこれ減ったらだいぶ。あとアイスです。希望は持ってます、はい、希望を持ちましょうよ、こんな世の中だから。もうこれね、これが残りなんですよ。で、冷やしトマト。冷やしトマト。もやしナムル。もやしナムル。一旦逃げましたね。ナムル森から。いや、ナムル森は、ナムル森きついな。森はきついなって、その残してもきついね。いや、てか、なんか途中で諦めるみたいな。いや、今日は諦めないです。諦めない。ミッチー。いや、ここまで来たら嫌だからもったいないですよ。見てください。消したらもうあとこんなもんです。これ3つアイスですか。そう、消したらこんなもんですけど、消しただけで食べてないから。そう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 、そういうこと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 。だいたいここに来る前の前のやつは食ってないから。しかも、すみません、俺ナムル食べれないから。ナムルおしっこじゃないんですよ。いや、おしっこなんですよ、本当に。だからじゃあ、辻さんがあの肉の方をちょっとお見せして頑張ります、頑張ります。じゃあ、俺ナムル行きます。
こじったものが。わあ、わあ、これ苦手だな。やばい、これ。これちょっとこれ食えないかも。なんか人参食えないもん。マジ？これ人参食えないから。これだけ。いや、うまそう。めっちゃうまそう。カツです。本当ですか。ご飯の量さ、きれいに4等分してないでしょ。増やしてるでしょ、この食べてんだよ、もう。絶対増えてるよ。だからこれ、1杯を4分の1にしてくんないとダメだ、これちゃんと子供にしちゃないじゃん。ダメやから、これじゃ。だって本当に伊藤さんと千鶴さんって言ってたね。いや、もう食べれないぞ。逆にどうですか、僕が焼いて今から女の子でやるのがチケットで賛成する。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。だって女の子2人で行きましたら、いや、私たちとこの企画余裕だよ。こんな痩せてるのめっちゃ食うです。え、2人で食ってるなんですか。2人で言う。あ、でもこの全メニューは多分2人じゃ無理ですけど、ゆりえこれとこれ完成してもらって、ゆりえ今から2人参加。スケット、スケットでちょっと。ありがとうございます。行きましょう、行きましょう。嬉しい。あ、うちの店長2人が参加してる。もうお邪魔します。お邪魔します。やった。あれ、あんだけ諦めないと。はい、よっしゃ。これが豚ミモです。スプーンいる。ゆりえ、どうぞ。はい、どうも。次、先やってますか。次、豚こりです。ウーロン茶ください。これがヤゲンです。おいしい。で、これ、せせりです。だるま来てからほっちゃいしたい。会話がないな。会話がない。あと、ナムル盛り、チャンジャ、梅水晶、塩キャベツ、スティックキュウリ、ネギ盛り3丁。もう、その辺はもうちょっと俺はね。あと、チャンジャトマホ丼。これ、丼ぶりが1個だけ残ってるっていうのがちょっと気持ち悪いんですよ。で、多分、ハラミがあるんで、3丁はいけると思うんですよ。巻いて。これハラミです。でももう一切興味がわからない。序盤に出会えなかった。ちずさんにだったら離席したまま出会えなかった。美味しいな。ご実家ではよくまかないでもね。うん。食べます。これ要はあれでしょ、ビビンバでしょ。そうです。小島さんのまかない丼で開発されてます。一光さん、これ全部いけるって言ってますけど、行きます？いや、どうぞ。とりあえず行きましょう。ここまで来たら、ね、で、あとは誰が戦うかっていう話を。戦うよ、俺も。戦ってるかないですよね。2人しか戦ってない。大島さん、よろしくお願いします。大島さん、これ焼きましょうか。いつもやってるから、このスピードが。これずっと言うと。ここでワンパック。実際まかないでこれは毎日食うんですか。あ、味見だけです。味見だけです。はい、まかないはやっぱ多分一つも一つですけど、端材が多いですね。そうなっちゃう。そうしないと店潰れちゃう。ありえないからで今日食べたいと思って来たら、お客さんに出すものがなっちゃう。今ルッキーさんいくつ。 10超えたでしょ。9じゃないでしょ。だってまだ丼食べられる。え、今です。9.67。何ですか、飲酒率。僕はですけども、10超えてますよ。いやいやいや、そんなもんもうとっくに超えてますよ。これスティックキュウリで、これが梅水晶ですね。いや、すごいな。大好きなキュウリだ。ちょっともう匂いでもやられました。チャンジャですね。あ、俺チャンジャ好きなんだよな。地産地はサラダ菜です。あら、サラダ菜。これ美味しそう。ちょっと美味しそうって言ってみた。これはヌッキーさんとあと誰が食べますか。
へぇこれって薬味じゃん、これ早めに食べるこれ、あの、肉の上に乗せて食べるようです。なるほど。明日は明日なんだよ。明日はガムかなんか食ってますよ。1時間ぐらい噛んでんじゃないですか。同じものをね。ダメって。もうキャベツ、ごま塩昆布キャベツ。いや、これやっぱり4人じゃちょっと厳しかった。いや、そう、後からどんどん出てくるコシナーみたいなのがすごい意外とこれとか結構きついと思う。もう一人いて、みんながギリギリで戦えるかどうかっていうレベルだと思う。このレベルの人間だったら。だからもう一人もできれば抜き感クラスが欲しい。このレベルじゃダメだ。アイス行きます。そうですね、はい、アイス行ったらもしかしたらまた食べようかなってなるかもしれない。クッキー&クリーム、まあまあ重めのやつにしました。みかんシャーベットだ。わからしい。僕もあったらいい。それで最後ですか。あとハラミで最後です。ゴールが見えてました。お肉のサイドメニューに助けられたし、サイドメニューに苦しめられた。あー、いやー食べた。まだ終わってないですよ。完全終わったみたいな。あとでやってください。今じゃない。行きますね。でもここで食べられるっていうのは美味しいからだと思います。ありがとうございます。本当に全メニューだな。アイスも2つなんですね。うん、どうこれ、1個もあった。いやいやいや、これ偉くもあった。これ丸々1個いい。あった、うまそう。アイス、マジで。いやいやいや、いや、甘やかさないでください。じゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、俺、みかんシャーベットめっちゃさっぱりする。結局、肉全部やってる。いや、ヌッキーさん、肉全般にまぐってですよね。いやこれハラミ、ハラミです。これがキャンスタマトンです。わあ、まあまああるな。これが本来の、あ、本来の大きさですね。これ少なめって言ったのに。これちゃんじゃっすよね。そうです、ちゃんじゃと卵でちゃん卵なんで。ヌッキーさん、これ本当にゴールを目指すならですね、そこにあるチャンジャーも入れてしまった方がいいかなと思いますね。チャンジャー単体でいくよりは、そうですよね、現実味が出ると思います。一個さんのわかめスープをスープ代わりに。ここなんで。じゃあこれ僕行きます、責任持って。はい、一個さん、これはこれで食べて。ちょっとそれはいけない、いけない。いや、すごいな、本当に、ミッキーさんは。よかった、明日来ましたかって。これ結構いいでしょ。次の営業まであと1時間切りましたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、どの目線。うん、うん、食った、美味しい。さっきのちゃんちゃんも入れましたからね。でも、それが濃くて、あー、ショーライス、ショーライス、ショーライス、あらあらあら、何をこういったらそうかしら。ちょっと醤油ちょっと少なめで大丈夫。何のカウントにもなんないですけど。無理しなくていいって。
全メニュー制焼きっこで無理しなくていいってもうめちゃくちゃ崩壊してやめましょうやめませんよやめませんよそれ演技ですかお腹的にはまだまだいけるまだ食べてないものもねお肉とかだったらね、うん、やばい遅くてごめんね全然ただの女子と食事でもなんだかんだあと一口なんですよこれがそうなんですよねでもアイス2回食べてるからいや量めっちゃ食ってんすよさっきから尾崎さんこれ結構食べてますよ、ね、食ってますよまあまあ食べ多分今1位2位で来てると思ういや本当そうっす米もまあまあヌッキーさんと近いだろうだっておかわりしなくてもいいのにおかわりしてますからねそれこれはただアイスクリームはどうしてもかなおおおおすごい行きましたねこれね梅水晶梅水晶ですかいや行きましょう鮭の丸ごとおおおおうんなんか最後の鳥なんか最後やりましたかみたいな来ましたねこのご飯もだってねこれは関係ないやつ関係ないご飯関係ないプライベートご飯ですほらもうクリアおお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 おすごいありがとうございます素晴らしいヌッキーさんが大活躍でしたねヌッキーさんじゃあヌッキーさん祝勝会でケンタッキー行きましょう僕おごりますマジでお会計じゃあ会計をいくらになるんですかねいやマジでやばいな本当に第2ラウンドでしょいやこれでこれでまた焼きますって言ったらもう行ってきてよでも僕達成するとまあですほぼ達成してないですよねこれは達成してないですよ減るんですかそう減るけどまあ全部が出てきたっていうでもいけると思うかなでも達成してないにしても思ったより来ましたよね行きましたこれもうびっくりそうか達成してないのか達成してないってこれだってスケットいたからね達成してないのかもう何だったんだろういやマジ何だったんだろういや達成してないのか先生お疲れ様ですいやでも安いただこんな全部いらないです全然安いなしてないですけど達成してないの達成してないです達成してないヒッキーさんすごいやばさって